うも、木下優香です。今日は横浜ハーバーっていう神奈川県のお菓子を食べたいと思います。私これ初めて食べるんですよね。なんか食べてみたいなと思ったけど、自分で買うにはお土産って高いんですよね。でも横浜メーカー1966年、あー歴史あるお菓子だ。これやばい。私より年上、昔からある。横浜ハーバーのマロンケーキって書いてあります。いただきます。あかん。あかんよ、これ。お菓子だ。スイートポテトと形が似てます。ケーキですね。ケーキ。ケーキの中に白あんみたいなのが入っとる。おまんじゅうみたいなケーキみたいなやつの中に栗が見えるかな、栗が入った白あんが入ってます。ぎっしり入ってます。結構外の生地は薄いですね。あー、こうやったら見える？見えんかな。あ、おいしい。あったかいお茶とかと一緒に食べたい。マイグルトにしよう。ちっちゃく刻んだ栗が白あんの中にちょっと入っとって、結構これ美味しい美味しい。いただきます。最後ごちそうさまでーす。結構ね、美味しい、上品な味ですね。ケーキの中に白あんと栗が入っとって、甘いです。あったかいお茶と一緒に食べたいです。うん、横浜ハーバー、なんかあれだよね、絵がさ、このお酒のワインかなんかのお酒の絵と似とる。なんかこの絵好き、レトロな感じの。横浜有明、正式名称、あ違う、有明っていう会社の横浜ハーバー。うーん、美味しかったです。またねー。